ご視聴ありがとうございます。アグニド県カブトムシ坊主です。はい、今日もプリンカップスペシャルですね。プッチンと出てきます。プッチンプッチン、はい、出てきました。今回この子ですね、パプッキン。ちっちゃくてかわいい。ちっちゃい。普通のこうマットだとそんな大きくならないですね。まあ、大きくね、こう、なんていうんですかね、羽化させてる人もいるんですけど、まあ、自分のところでは、やっぱ菌糸の方が、でかーくなってる感じがします。裏は青い。綺麗、グリーン。わめなさん。で、このね、血統というか、このラインがですね、ちょっと不思議で、まあ、グリーンが、浮かり率高いんですけど、たまにねちょっともう掘り出しちゃってるんですけど、こういった何とも言えない色のねパプキンが浮かするんですよ。これ同じラインですね。でこれに似ててね、今日ねゴールデンウィークかな、ゴールデンウィークのイベントに買ったマジョーラケットっていうのがねいるんですけど、これマジョーラケットのねパプキンなんか似てるんですよね、マジョーラと。ほら。ほら。もう特殊色ですね、これは。そんな羽化しないので、もうマジで特殊色になりますね。で、10匹いたら1匹、こういったなんか変わった色。あと、真っ赤なパプキンとか、ちょっと黒っぽいのも出たりしますね。そのぐらいの確率で出てくるので、なんか楽しいですね。はい。で、メスはもう大体ブルーが固定されてきてますね。ブルー系が多いですね。ちょっと2匹、ハーレム状態で入れてるんですけど。楽しいです。で、その中のこの子。今年でもあれですね、ちょっと青っぽいのはまだ出てないですね、オスは。去年、緑っぽい、青緑、ブルーグリーンか、ブルーグリーン的なのが出てきてたんですけど、今年はまだ見ないですね。その代わり、なんか本当にザ・特殊色って感じのクワガタがね、あ、ウカ、カラーがね、多いです。はい。で、意外にね、こう、まあ知ってる人は知ってるんですけど、まだ知らない、認知度が低いっていうのかな、パプキン。この前の夏のお祭りとかでも思ったんですけど、あんまりこうメジャーじゃないんですよね。もっとなんかこう虹色クワガタみたいな感じでね、まあ、知ってほしいっていうか広まってほしい。パプキン、パプは金色クワガタ、小さくて宝石みたいで可愛いクワガタですので、ぜひまだブリード飼育してないって方がいましたら、ぜひ飼育してみてください。で、ゼリーのね消費率も悪いっていうかな、あ、いいのか、半分にしたゼリーをちょこちょこ食べてくれるので持ちがいいですね。だからゼリー代も浮くと思います。で、場所も取らないんですよ、飼育、あ、幼虫の飼育、このプリンカップで羽化するので場所も取らない。もう何をとっても最高なクワガタです。はい、ということですね、今回はパプア金色クワガタの、パプア金色クワガタをおすすめしましたっていう動画でした。おすすめしました、はい、おすすめしました。飼育してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。